藤尾、プレモロ、カスタード、そしてジェッツでございます。はい、ということで今回は4人によるテラリア実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします。4回目4回目ちょっと待って、もう自分も死にそうじゃん。どうしたらいいんだろう。はい、ということで今回はジェッツさんを呼んで、はい、やってるわけですけど、ちょっと待ってよ、もうこれ、はい、開始直前から死にすぎだよ。開始する前から死んでたからな、俺。若干ラグいっていうね、なんだろうこれ。そうだね、なんかだんだんこのワールドが崩壊していって、勝手に崩壊して、毎回何かしらのこうもう。前は宝箱だけだったんだけども、建物がもうだんだんなくなっていって、うん、せっかく作ったの。結構頑張って作ったの。で、今回は、趣旨としては、まあ、ジェッツさんが来ていますので、はい、4人で地下探検していきたいと思います。はい、はい、お願いします。行きましょう。お願いします。とりあえず降りましょう。よし、これで多分いけるはず。はい、これ直下降りしたんで。あ、そうだ、スタちゃんさ、はい、ジェツさんに落下防止のやつ、とりあえず今だけ渡せば、はい、これ水こっちにやればどうだろう、いけないかな。ちょ、気をつけてね、めっちゃ多分ラグとかが発生する可能性があります。ちょっと水溜めてみました。オッケー。めっちゃ長いな、これ5、これ長いっす。ロボさん、そのままオッケー。おっしゃ、やった、完璧。あれ、動画の主はみんな無事に降りてきたよ。せい、オッケー。さあ行きましょう。ジェッツさんの知らない世界。はい。はい。なんかいっぱいいる、いっぱいいる。めちゃめちゃ暗いと思います。はい、めっちゃ暗いよ。うわ、危ない、びっくりした。大丈夫かな。すごい恐る恐る言ってるけど、俺大丈夫これ。めっちゃタイム。自分は道知ってるんで、もうどんどん行っちゃってますよ。えい、えい。俺もよくわかんない。これずっと下？ずっと下。あそこマグマです。やばいやばい。あだだだだ。あらら。ちょっと待って、ジェッツさんにハートのクリスタルを。ああそうだ、渡さない。これも渡してないと。とりあえずすぐ向かいます。あ、了解です。ちょっとハートのクリスタルあったっけな。準備が。なんでこれ家として表示っていうか。なんだ、ハートのクリスタルなかったっけ。ないか、クリスタルなかったですっけ。多分宝箱の中ないね、これさ、なんで建物として、あ、間違えて村政投げちゃった。なんでだろう、壁はありますよね。このままでは人が住めません。何回聞いてもこのゾンビ系が死ぬ時の声すごいね。まあ異様な音ですよね。これが、ブラマサーハンマークスだから潰せるんじゃない、そっから。ハウジングチェック。詰めません。なんでだろう。何がダメなんだ。え、あー、ちょっと、家潰しちゃった。あー、家潰してる。ちょっと待って、まあ、全然自分行ってない。間違えて降りちゃった。道しるべとして松明を置いてる。落ち着け落ち着け落ち着け。俺死ぬ、これ死ぬ。ゾンビが勝手に。何やねん。舌打ちが聞こえてる。普通に聞こえましたよ、今。カットで。いや、もう、ピー。いや、別に流してもらって。ピーの意味が違う。ピーだ。あ、なんか出ちゃった。何捨てたの今。待って。何してた。ちょっともうベッド。誰が持ってるのベッド。いや、ベッド設置したんだけど、住宅として認識されないのよ。なぜか知らないけど。だから藤君に見てもらわないと何が足りないか俺わかんないんだよねって。なんでさっきのうわーつたまりにピラニアいるの。ふざけんなピラニア。ですね。溶岩整理。え、なんでけどピラニアにあんな食らわないでしょ。おかしいおかしいおかしい。
え、まだこれ？あ、こっち？こっち？こっちですよ。ちょっと横ピョンってしてください。いや、俺や、あの、くじくんの後ろついてる。おぉ。危ない危ない。滑るじゃないか。勝手に氷ブロックを置くという自分の特性です。ああ、危ない。いや、大丈夫、大丈夫。ああ、怖かった、もう。これこっち降りればいいよね。ない。収録中よ。収録中だよ。収録中だよ。LINE とかやめて。これ P だよ、P。P。そこも P 入れ。あ、OK、OK、こっちこっち。下か。よし。檻の足場めちゃめちゃ危ないんだけど。さっき俺滑り落ちそうになったもん。それさ、藤井くん、ちょっと、ベッドどうなるか。あ、これこう。で、これ、あ、え、なんだよ。なにこれ、なんでここに落ちてんの？なんか防具みたいな。本当だ。あ、行員のシャツ。多分、スケルトンを倒した時に、できるやつ。さあ、来ました、最下層。危ない。一番下なの？一番下の階層。あ、ジェスさん、この中入っちゃってください。あ、はい。あ、やばい。やばい、やばい。OK です。で、ここのあれを13に調べてもらって。ちょっと間違えた、鶴橋さん。ちょっとふざかないで。はい、どうぞ。あれー、大丈夫。ダウジングチェック。もう一回頑張っていきますね。え、ここには人が住めますな。はい、とぅ、なんでだ、復活地点設置で。嘘でしょ。おかしいよ。これ一回入り直していいかな。あ、いいっすよ。一回入り直しますか。全然大丈夫ですよ。収録を一個だけカットします。なんで。じゃあ自分は合ってるっていうことでしょ。ですね、これのあれ自体は合ってますよ。壊しますか。で、一回設置して、で、あれ自分もう一回作り直してできるかどうかだね。か、自分が作って、あれ、ベッド誰か持ってる人、そこ設置お願いします。自分ベッド持ってない。出てたのかな。ベッド？ベッド？アイテムの、アイテム欄にもしかしたらベッドが入ってる。ベッドらしきものは、ないらしき感じですけど。ちょっと待ってよ、マジかよ。え、なんで？ここ行ったの、ベッド。出ましたよ。ベッドらしきもの。バグで多分消失しちゃったパターン。またこの前のあれ、なんだっけ、ありましたよね。あった。俺自分もよく見たら、あの、空島の時に、ベッドをツルハシで取ったら、なんか土ブロックになって、ブロックが似合ってる。燃えてる、燃えてる、燃えてる。意味のわからない現象が、ね。燃えてる。よし。あー、これはちょっと、ちょっとこれどうする。こベッド設置できないんじゃな、どうしようもないけど。完全にちょっと待って。じゃあ自分が家作るんで一回壊します。これ、いや、壊さなくていいわ。もう一個作ります。もう一個作るわ。じゃあ了解です。援護をお願いしていいかな。いや、はーい、任せてください。ベッドどうすんの。あれあれなんか知って。いや、今ね、コウモリに当たったんだよね。はい、コウモリに当たって軌道そらされて、ノックバックでやられた。あの、あれか、ずらされてみたいな。あるあるパターン。やられた。壁に叩きつけられました。そう、来いよ来いよ、おやややって言って死んだ今。よし、ベッドが、あ、藤君、じゃあ使っていただきます。使います、使います。下コウモリって横になった。よっしゃ、マックス。はい、取れました。こっち側に、はい。めっちゃ飛んでくるね、これ。地下はとにかく飛んでいきます。はい。はい、サンキュー。ちょっと待ってください。壁を設置して。あ、間違えた。デモンサス投げちゃった。誰か。嘘。どこに？誰か持ってる。うわー、これなくしパターン。え、なくしたパターンやめて。なくしたパターンやめて。それはない。嘘でしょ、嘘で。氷ブロック置いちゃった。なんか氷ブロックで狭い、狭い。あったあったあった、びっくりした。ちょっと出れないよ。うっちょ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 って、誰かが歩くたびにさ、スーパーマリオみたいな足場なくなるんだけど。もう3マスないから多分落ちるんだけど、自分これ。楽しい。鬼畜。チャレンジ。自分で。ほら
うわ、なんか下行ってる。落ちる。ちなみにスタちゃんも落ちてんだけど、すぐ上飛ぶよね。アークレモンすごいね。これどうすんの？俺が設置すればいいの？またこれ多分ですね、多分これもう自己処理ですよね、完全に自分用に。これマルチなのに完全にソロプレイになる。よし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 、復活、足場復活。俺なんで壁置いてんのに邪魔になってんだろうな。ずっとブロック置いてすっげえ足場消えるね、ここ。あー、足場消えた。あー、消えた。なんで。おかしい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 。はぁ、何消えたっしょ。だから言ってるじゃん、消えるって。やっぱドアもないからね、さっきから。いや、おかしい。うーわ、もう。これなんでこんなに。今日はラグがすごい。すごい。もう、どんだけラグるんだよ、もう。あれ、もうこれだから、ベッド、あ、ベッドがないんだ。え、ちょっと待って、扉がなくなったよ。じゃ自分持ってます、自分持ってます。え、ちょっと待ってください。誰か今、ツルハシ振り回しました。振り回してない。なんで？なんで？いや、なんか一瞬、ツルハシのような動きが見えて。あれ？さすがに破壊しないよ、立ってたやつ。そうね、オッケーです。あ、よかった。またドア復活したわ。じゃあ、あと、ベッドだ。ベッドがない。気がない。あ、じゃあ、誰か持っていかないと。自分が木材持ってるから、クモの巣があれば作れる。クモの巣、R26 個。え、けど、シルクにしないといけないから無理じゃない？そうです。だから上に。じゃあちょっと上に戻って作ってみてる、ね、お願いします。え、クモの巣渡してないけど。宝箱に入って、イエーイ。負荷は微妙だね。まあ、一応多分自分とトレモロさんだけなんで、この宝箱全部見れる。あ、あったあった、811個あった。あ、無事すげえ。ブードゥーデーモンって何これ。あ、ちょっと気をつけて。それ倒しちゃうと、あの足になんか持ってるじゃないですか、絶対。あのブードゥーデーモンって人形みたいな、うん、あれがマグマに落ちると、あのボス出てきます。おお、出現条件みたいになっちゃってるんで、あの足に持ってるあれがマグマに落ちちゃうと。いい、怖い。よし、到着。お帰りな。危ねえ。ちなみにロープ掴む前に死ぬところ。ガラスベッド、オッケー。あ、机。あ、大丈夫です。ベッドだけなら寝れない。寝れない。寝れない。なんで。もうそんなこともあるかと。もう一個ベッド。寝れない。ちょっと変わらない。自分普通に復活して設定できるのに。ベッドってハウジングチェックしなくても、ベッドって、はい、やっぱ復活地点だけは、あの NPC が進む感じじゃなくてもできるんですけど、なんで。あ、そうなんだ。なんで。普通に寝れない。いや、多分これ自分たちで作って設置した方がいいのかな。あー、了解了解。じゃあ俺がさっき設置して。だけど潰した時点で一緒だよね。まあ、自分無理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 ですか。意味わからないんですけど。どういうこと。あれ、誰かベッド取った。あ、そう。なんでこれ。なんで今日これ無理なの。これ致命傷すぎる。これはできないと致命傷ですよ。何もできない。何もできないよ、多分。何回かけど、じゃあ出たり入ったりしないと無理かな。どうしよう。じゃあ一旦ここで切って、一旦立ち直す。了解で、了解で。だから藤くんも出て、もう完全に一回ですね、うん、再起動ですね。再起動みたいなことしないと無理かな。もうだから最悪もう PS3 一回切っちゃってみたいなですねぐらいまで。言うて何も進んでない、本当に。何も。え、なんかマグマストーン手に入れてるんだけど。ここにアクセサリー。多分アクセサリーだな。ほら、かっこよくなりましたよ。
攻撃が。あ、火ついてる。火ついてる。もともとさ、火のエフェクトで、出ないわ。あ、ツルハシにもなって、これほら。あ、ほんとだ。かっこいい。はい、じゃあ、ということで、うん、はい、一旦じゃあ、ここで終わりたいと思います。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。